やばいやばいぞ、おい、テッド。これは俺、やっちゃったかもしれん。恋しちゃったかもしれん。え、恋しちゃったんだ。さあ、続きからでございます。なかなか、なんか気持ちよく勝てないっていうのがあって難しいんだけど、ちょっと守護天使やってみようか。守護天使でやっぱ守るっていう気持ちよさを味わいたいよね。15人3体で守れるかな。やってみましょう。守ってみせる。行くぞ。あ、またエラーが発生した。何なんだろう。時々あるよね。前回会った時よく分かんなかったんだよな。上映になった守護天使はまだ早いっていう宇宙からのお達しなんだろうか。指揮所。上映になったよ。ループ29。お、状況設定のエラーか。前にも言っていたね。言いました。そうだね。だったら鉄塔は、できる限り生き延びて何が起きるか観察して、あ、なるほど。前回、なんか俺、どうしちゃったんだっけな。多分やられたんだろうな。だから、なるべく静かに過ごすっていうのを心がけるとひょっとしたらなんか起こるかもしれないってことか。わかりました。私も協力するから一緒に頑張ろう。お願いします。あ、せっちゃんも乗員か。なるほどね。よーし、やるぞ。特におかしな良さないが。じゃあもう、極力静かにして、でも勝ちは目指していった方がいいから、ここぞという時にちょこっと発言するみたいな感じで頑張っていこうか。ついてくるがいい乙女。お前の命も才覚も存分に使ってあげましょう。幸福な奴隷。それがお前のあるべき姿です。ユリコ様もうめちゃくちゃ言ってる。これどうすんだろうな。あ、キュー、私でいいの。奴隷になる。幸福な奴隷になるって乙女が宣言しちゃったよ。乙女、いいのか、ユリコ様は。案外可愛がってくれそうだよね。人間も動物として扱うだろうけど。動物はすごい可愛がってくれそう。ラッキーとなんかあるなぁ。じゃあラッキーのとこ行ってみるか。ラッキー。うん、鉄塔ね。なんだよ。仕方ないか。選択の余地もさほどないしね。とりあえず君にしておくとしよう。何を？あは、よかったね、鉄塔。君は幸運だよ。この僕と手を組めるんだから。まあ、お留守番のラキオだったらいいかな。ラキオとだったら手を組んでもいいでしょう。協力しよう。ドルトントン。これから力を合わせよう。当たり前だろ、何を言ってるんだい、君は。まあ、今回は僕の判断に沿って動きないよ。僕が示した相手を疑い票を入れるだけ。はは、これなら君にもできるだろう。はい。シピーが死んじゃったということは、なるほど、なるほど、そういうことなの。むず、ステラ入れとこう。あー、米いったか。負けんな。頑張れ、負けるな、頑張れよ。ん？なんとかここまで生き延びられたか。結構、生き延びた。確かに5日目まで行ってる。あー！なんだ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 。世界が、崩れていく！わあ！あー、真っ暗。あ！今回のあなたはシステムエラーにより、バグに設定されています。バグ？何俺、そういうウイルス的な何かだったの？人間とグノーシアの勝敗が決まるまで、バグが生き残っていた場合には、バグの勝利となります。最後までバグが生き残っていればいいってことか。あ、人狼でいうところの、ヨーコってそうじゃなかったっけ？バグが勝利するとそのまま宇宙は崩壊します。やば。いいの？それは俺の望み？あなたというバグが存在しているだけで、世界は混沌に落ちていく。あ、終わったの？あれ、俺勝ち？あったー。私たちの敵はグノーシアだけじゃない。私たちの輪を生み出す奴は敵みたいなつまんない話。誰だけど違う。その敵、バグは、グノーシア同様私たちの中に潜んでいるんだ。そしていずれ、この宇宙を崩壊させる。マジで？目でっけえな、しげみち。マジなんじゃない？そんな冗談、説が言うわけないしさ。大将。基本的にはグノーシアと同じ、偽装を見抜きコールドスリープさせる。ただし、バグはグノーシアに狙われても消失しない。おいおい、消えねえとかありかよ。正直、羨ましいんですけど。いや、その代わり、
エンジニアに調査されると消失するんだ。まるでグノーシアに襲われたの、襲われたかのようにね。うん、ややこしい。そもそもバグとは一体何ぞや。おそらく、この宇宙に本来存在してはならない歪みのようなものだと思う。もともと存在しないものはグノーシアでも消せない。だけど存在しないから調査されることで矛盾が生じ消える。多分、そういうことじゃないかな。あー、どういうことだ？なんか量子力学的な話をしようとしてるのかな。でしたら、エンジニア権限所有者は、バグの発見を優先すべきでしょうか？あ、ただ気をつけておいて。バグがエンジニアに偽装することも考えられる。はぁー。天文の虎、黄門の王かと言ったところか。面白いじゃないか。バグはグノーシアに襲われても消えません。しかし、エンジニアに調査されると消えます。バグは一人しか存在しません。めっちゃ難しいね。こんなところかな？あれからバグについて私なりに調べたんだ。20ループほどかけて分かったのはこの程度だけどね。すごいな、せっちゃん。だけど今回は、鉄塔がバグじゃないといいな。冗談だよ。俺がバグだったこともあったんです、ね。ああ、上院だって。なるほど。じゃあ、しげみちんとこ行こう。しげみちー。あ、なんか話してる。ああ、大変なことになっちまったな。そうですね、本当に。何の話？ロシアがどうとか正直しんどいわ。こんなになるなら、あの時に電脳化しとけよかったかも。あん時？電脳化？うん、テッドシラーの電脳化。お前今時珍しいやつだな。そうな、電脳化っつうのあれよ。人間を丸ごとドーンとネットに移すみたいな、仙人になるようなもんだって、ネット仙人。漂うってことになるのかな、その意識が。少し補足いたしますと、電脳処理を受けた方は、計算領域上に人格が半永久的に保存されます。代償としてご自身の肉体は失われますが、ああ、ジナのお母さんがそうなったみたいな、そういう話のやつ？あ、そう。だから、電脳化したら永遠にゲームをできるんだぜ。体感系ってのは無理だけどな。なるほどね。体感が無理なのか。その、快楽とかそういうのはどうなんだろうね。残されるのかな。え？知りながら、しげじみち様、少々誤解なさっていらっしゃいますよ。あれ？え、そうなの？電脳処理のみでは保存されただけですから、再計算を行ってネットワーク上に人格を再構成しない限り、その方が意識的に行動することはできません。自分の意思では何もできないってこと？そして再計算には、時間あたりにかなりの額を協会に支払わなければなりませんので、永遠にゲームをなさるには莫大な資産が必要かと。マジか！世の中はせしがれえな。ですが、そもそも電脳処理資格を得るためには非常に厳しい条件が課せられるはずですから、しげみち様は、あ、条件をクリアなさっただけでもご立派ですよ。なるほど、条件クリアしてんだ。しげみち様には無理ですって言うのかと思った。いや、それがさ、昔俺のところにメッセージが来たんよ。君は幸運にも電脳化の仮資格を得られました。つきましては、続きのため早急に経費をお振り込みくださいってな。あ、うちにもよく似たようなのが来る。10億円当たりましたみたいな。これは詐欺だ。どう考えても詐欺だろ。詐欺じゃねえって、これは詐欺でありませんって書いてあったし。ああ、じゃあ詐欺じゃないかもな。軽蔑されてる。まあ、どの道金ねえから放っといたんだけどな。へへ。しげみち様は、電脳処理をなさらなくてよかったですね。え、そうか。え、それに、もし電脳処理をなさっていたら、このようなお話もできませんもの。え、ペーペーペー、目が取れちゃう。それでは私、失礼いたしますね。うん。やばいやばいぞ、テッド。これは俺、やっちゃったかもしれん。恋しちゃったかもしれん。え、恋しちゃったんだ。あー、しげみち。恋してるって出んのかな？レムラーン！パランパラン。なあ、ジナ。俺はお前欲しい。なんか、シピが最近、シピろうとしてきてるな。社名のそのなんかお箱を取ろうとしてる。牛のいい話だけどな。はは。いや、かな。しびってるね。なんかしびがやると笑えないんだよな。こういう言い方あれなんだけど。ほんと申し訳ないんだけど。社名がやると笑えるんだけどね。しびがやるとちょっとね、笑えないんだよね、なんか。これって難しいところだよね。ほんと人によるってこういうところなんだよな。こればっかりはほんと。才能なのかもしれない。ちょっと難しい。ごめん、シピ。
お、シピが社名に、これは宣戦布告と捉えていいんですね。これは社名難しいね。チピは気に入らないけど、これを断ると、チピが喋っちゃうんだよね。そうすると、お箱が取られちゃうわけで、だから、気に入らないチピを、の提案を受け入れなければならないという、これは完全にだから社名のパラドックスだね。これチピかなり挑戦的、かなりやってきたな。あー、乗ったか。なるほどね。ここを乗り切るにはもう乗るしかないという判断なんだな。なるほど。これは難しいことやったな。なるほどね。チピ、これはかなりの頭脳プレイ。ティーン、鉄塔様、お見せしたいものがございます。至急研究ラボにお越しくださいませ。なんだい？あ、お待ちしておりました、鉄塔様。なになに？花が咲いたね。ほら、ご覧になって。ジャスミンが満開でしょ。だから、でかくない？この花。うふふ。この濃厚な香り。うふ。不思議な気持ちになりませんか？体の奥底が甘く痺れるような。ねえ、鉄塔様。ああいやーステラの様子がおかしい。それにこの強烈な匂い。とりあえず部屋を出よう。ドア開きません。ま、もう二度と。邪魔が入ることも決してございません。なぜなら。常に皆様の体は私たちグノーシアが抑えましたもの。ご理解いただけましたか？これからは、あなたと私、永遠に。いえあー、神ですわね。あなたと私、あなたと私、こんなに私の粗悪な体ですりゃうずかずにいられない。さあ、めくるめく喜びを、人間の喜びを、めくるめく喜びを、人間の喜びを、私に教えてよ、知ってー。ぐん。頑張ろう。ここにいるはずの社名が見えたらない。まさか。ごめん。我慢できなくてつい、やってしまいました。マジ？やってしまったものは仕方ない。社名の役割はもうわからないが、話し合いまじ。どういうこと？やってしまいましたって何？ぶっ殺しましたってこと？あ、もういない！上院データが更新されたけど、社名だけは苦手で、時々やってしまう。ループ34。ここにいるはずの社名が見えたらない。まさか。うん。また、やってしまいました。またやってしまいました。第2部のジョジョみたいだね。なんだろ、これは。やってしまったものは仕方がない。社名の役割ももうわからないが、話し合いを始めよう。またやったの？もうしょうがないな、せっちゃんは。もう、まあ、社名だからしょうがないけど、今回だけだぞじゃなくて社名だけだぞ。本当に。SQ！ あ、この二人がなんか、しげみち、ほっそ。食堂でしげみち SQ との雑談に加わった。グノシアな、誰がグノシアだったら嫌かっつったら、まあ、説かもな。そうなんだ。しげみちは説が苦手。ほら、説なんつか、いいやつだろ。たかったりしたくても。しげみち、いいやつだな。お前だよ、いいやつなのは。せつがグノーシアか。んー、でもそれって意外とあるかもよ。だって、せつと鉄塔、一緒になってこっそり何か企んでるでしょ。ふふ。名探偵、エスキューちゃんの迷惑をまかせませんぞ。やばい。どうなんか。そこんとこどうなんだ、鉄塔。ごまかそう。そんなことないよ。せつと俺は別に特に何も。鉄塔や私のことより、エスキューはどうなの？せつがいたー！ドキッ！ありゃ、せつ。え、聞こえちゃった。敵がどちらかで言うならば、SQ の方がよほど疑わしいと思うけど。まあな、そこどこどうなんだ、SQ。やん、せつがいじめるよ、そんなに怒んないで、ね。怒ってなどいないさ。ただ、鉄塔や私に疑いをかけるならば、覚悟しておくことね。絶対怒ってる。じゃん、怖え。SQ が、私たちに疑惑を向けようとしていただろ。SQ は、明日、印象操作が得意なんだ。話を大げさに脚色して、状況を有利に導くこと。へぇ、そうなんだ。私は、ああいった話術は苦手だけど、うまく使えば有効な武器になるかもしれないね。大げさに言う、出た！演技力が15必要。わぁ、俺演技力ねえんだな。へぇ、話を膨らませることで発言の効果を高めます。なるほどね。
うん。しかし、思わず感情的になってしまったら、私はともかく、テッドまで疑われてそうで、つい、いいんだよ、せっちゃん。だけど、後になって考えてみれば、他にも切り抜けようがあったと思う。まだまだ未熟だ、私。もっと冷静にならないと。ね。いいね、せっちゃん。説が消滅。説は人間でした。終了条件、満たしました。テッドさん、テッドさん。私今とっても嬉しいのです。エミさんが教えてくれたの。無能支援さんになれるのは人間だけだって。失敗したのか、俺。わーい、だから私人間だったんですよ。ね、イエーイ。まあしばらく様子を見ましょう。うさんくせやすっつったらステラじゃない。シャメすげえな。開幕でステラ行くんだ。やめろって、おい。なんか今カンカンってカンカンって出てきたよ。ステラ、高打は許さねえ。ステラはな。ステラはな。ひげめち様？いや、ステラなんだ。とにかく、ステラを疑うのなしな、騎士。なんか、しげめち様が、ステラ、好きなループだな、多分。今、ステラに消えてほしくないね。なんか、あんのかな、物語が。ステラさんの変異だから見つけてないな。しげめちとジナか。しげみちなんかありそうだったから、しげみちのとこ行こうかな。しげみち。あ、付き合って、あ、告白してる。あ、付き合って。室内から、しげみちの話し声が聞こえてくる。誰と話しているんだろう。うん。第一印象から決めてました。俺と。わあ、なんだ、デッド。いきなり入ってくんなよ。なんでもないから。ちょっと、練習してただけだから。また明日な。ああ、誰も触れませんでしたー。天才守護天使。だって、好きなやつとか言うのか？急に？しげみち様どうして突然そんなことを？あ、すまん！俺最近寝不足でぼやっとしててさ、変なこと言っちまったら忘れてくれ！可愛すぎるだろう、しげみち。てんてんてん。いやー、どうかな？お似合いとは言い難い。色は似てるけどね。色の感じはなんか似てるけど、お似合いかと言われると。しげみち悪いけど、ステラってね、俺のことが好きな可能性もね、あるんだよね。いろんなループを見てますと。ええ。だから最終的に、グノーシア的な感じになっても俺となんかあったし。ごめんな、しげみち。ちょっと辛い思いにさせちゃうかもしんない、しげみちには。どうした、ステラ。あ、しげみちどうする？なんか言われてるぞ。やばいぞ、しげみち。ここでお前が立たないと、ステラが疑われてるぞ。いいのか？とりあえず俺は弁護するぞ、じゃあ。俺は弁護してあげるよ。だが、初めに弁護しなきゃいけなかったのはお前だぞ。すぐに弁護しなかったっていうのを、女の子案外覚えてたりするからな。何も言わんのかい！しげみち何も言わんのかい！そういうとこ見られてるぞ。しげみちのとこでまたなんかある。もう、ジナの話も聞きたいのに。しげみち。俺だ、恋しちゃったかもしれん。恋しちゃったんだ。だな、わかる？俺が好きな子。へへ、当ててみろって。あ、一応女性だけなんだ。そうか、そうとは限らないのに。ハンを好きになっちゃいけないの？ラキオとかセッチャンだっていいはずでしょ？別に好きになったって。チャメイが好きだっていいわけだからさ。まあ、ステラかな？ステラじゃないかな？やっぱわかる？わかっちゃうか？そうなんよ。ステラいいよな。あ、目の色が変わった。金色に。この俺が実在の女の子を好きになるとはな。まったくやってくれるぜ、ステラ。今まで実在の女の子好きじゃなかったんだ。しげみちのテンションが高くて少々鬱陶しいが。なあ、お前知らん？ステラの好きなものとかそういうの。もし知ってたら教えてくれよな。頼む。花好きだけどね。あ、更新された。ジョナース乙女、なんか今回のこのループでは集中できんな、まったく。気になって、しげみちとステラの行方が気になって集中できん。ステラとジナ。ジナが呼んでいるが。ステラー、好きなものですか？俺が聞きに行くの。そうなんだ。そうですね。お紅茶やハーブティーは好きでよく飲みます。ふふ、香りが素敵ですから。なるほど。あ、データもらった。ありがとう。なんか茶か。茶っていう言い方。サンキュー、デッド。しかし、お茶。茶、お茶っぱ、ハーブ。
俺、セラ監督いとこどき、セラ監督いとこどき、苔みたいなの生えるよ。もしかしたらね、ハーブかもしれん。プレゼンターそれでいいとして、よし、決めた。この子の試合相談が終わったら、俺、スラに告白する。ええ、ネットも応援してくれよな。いやー、マジ？あー、守護天使、天才がいる。フルシが人間だった。おはようございます。拳何よりです。そうねえ。シピ、ほう。なるほどね。いや、シピの可能性は前から僕もあると思ってます。茂道そんな茂道茂道はもう使い物になりません。茂道をここで失ってしまうとは思わなかった。辛い。さあ、お米がまたなんかあるな。あ、ちょ、まずい。なんか取れてる、黄色いの取れてるよ。血統じゃん。隣空いてるぞ。一緒に浴びる。あー、浴び。いや、これは絶対浴びちゃダメ。俺絶対浴びない。あ、間違えて浴びるを選んでしまった。オッケー、裸の付き合いしようぜ。シャワーの音だけが。あ、すっきりした。生き返るね。何これ。もう、ビニール袋みたいなのかぶってるタオルかな。コメットの入れ墨書き。あ、確かに。なんもなくなってるね。入れ墨は？入れ墨って、あ、これ？なんか、こいつら熱いのが苦手らしくてな。シャワー浴びると肌に潜り込むんだよ。え、どういうこと？よく入れ墨と勘違いされるけどね。そんな大げさなもんじゃないって。ただの年金。え？コメント年金がくっついてるの？年金暮らしだ。僕の星だとみんな生まれた時からこいつらと一緒なんだ。いやー、そのせいでなかなか星から出られなくてさ。へぇー。ちょっと特殊なお肌事情なんだね。てか全然降りないから結局無理やり出てきたんだよね。え？家出ってやつ？そうなんだ。で、なんで素っ裸でこんなこと話してんだろう。そろそろ服着るぞ。じっくり見たいなら今のうちな。会話中、B ボタンを押してる間は、文字等を消しておくことができます。別に、じゃあ、機能の確認だけしていい？そういうんじゃなくて、機能の確認だけするね。そういうんじゃなくて、B ボタンを、会話中 B ボタン、いや、押してるんですけど、押した！でも、まあ、特に、まあ、はい。コメント更新された。ああ、いい思いしたから、いい思いしたら消滅してしまった。罰が。罰を受けたな。そうですか。ぬぬぬぬ。ああ、そうだったんだね。コメントバグだったんだ。ずっと、ああ、茂道ずっと俺守ってくれてたんだ。でもその茂道を失ってしまったから。エムナン、ステラ、シピ。なるほどね。ゆり子様は普通だったんだね。ちょっと茂道とね、ステラの顛末を見られなかったのは残念だったけど。もうちょっとうまく立ち回れれば、もうちょっとドラマが見られたかもしれないと思うとちょっと残念だったけど。でもなんか楽しかったな。なるほど。うん。なかなか面白かったです。10人2体留守番なし。これでやってみましょう。お任せで。ふざーゴー！守護天使！よし！守ろう。守り先も少ないからいけるだろう。記憶。規制御室にて第一回、グロシア対策会議を開始。状況は不明。極めて流動的だと言えよ。以上。第一回、グロシア対策会議が始まったな。ジョナサに勝手に名付けられた。じゃあ第一回、グロシア対策会議で名乗り出てもらおうかな。まずはエンジニア。てっちゃん。ちゃんとピカ乙女。わー、いっぱい出たー。3名様。パパーン、エンジニア決定戦。エントリー選手、セツ、乙女、レムラン、ファイ。セツが勝つだろうな。殴り合いだったら。続きまして、ドクターにも名乗り出てほしい。ステラ。お、ステラ決定か。これはステラ守りが良いのかなと思います。ドクターが生きてるってすごいいいことだよね。で、あとは皆さんにお任せ。言うまでもないことだけど、スタラがドクターだと確定したね。確かにその通り。
言うまでもなかった。一つ確定しました。ありがとうございます、ラキオ様。うん、パリンパリン。お、出た。シピが、シャメいないのか。おー、シャメがいない。このループで、シピが、ナイスキュー。俺はお前を信じるぜ。だからお前も、俺を信じてくれねえか。一緒にいい話だけどな。あはあー、受け入れた。このループはちょっとおかしくなってるな。シピ SQ、受け入れた SQ が怪しいね。できまして。もしかしたら乙女が怪しいのかも。なるほど。ククールが、乙女を疑いました。乙女を疑うんだ。まあまあまあ別にいいけどさ。長い先も少ないしね。乙女の様子が変なのは俺も心配してたんだよ。最近のループでシピの様子が変なのを俺は心配しているけど。キュア？ステラは否定します。うん。SQ も否定か。シピと SQ 手を結んでもこんな感じなんだな。投票の時間、なんですね。あー、これ正直乙女、レムラン、説言ってもいいな、っていう気がする。まあまあまあ、とりあえずシピに入れとこ。あー、シピ行っちゃった。ごめん。そうか、そんな感じか。わー、お先に。わー、せっかくこのループでは、シピ、SQ というパートナーを得たのに、残念だった。ポコン。さて、お、レベルアップとラキオンところか。とりあえずレベルを上げましょう。ステルス25まで上げてと。よし。でもラッキーのとこ行ってくるか。ラッキー。君と話したところで得るものがあるとは思えないんだけど。そうだね、君が共に語る人間が知能テストでもしてみようか。なるほど。僕の出す問題に答えてみなよ。わかるかな。問題だ。君が仕事、ドキッ。ラキオドキ頂点者と仮定しよう。そして今晩、説を守ることに決めた。はい。さあ、今晩説が消えることは絶対にありえない？いや、俺が守護天使で説を守ったとしても、説がバグだった場合は、エンジニアの調査で消えちゃうことがあるのではないでしょうか？というわけで、あり得るだ。答えは説が消えることはあり得る。正解だ。説がバグだった場合だよ。おれおれおれ。守護天使が守っていてもエンジニアが調査すれば説は消える。ひゅん。こんな問題に答えられた程度でいい気にならないでほしいね。そろそろで、なんだよ。はい、もうちょっと引っ掛け問題みたいな、教習所みたいな問題出しやがって、チキショー。なんか今ので説守んなきゃみたいな雰囲気出てたよね。でもステラ守るけどね。ククルシカ、あ？ SQ とククルシカが消滅した。バグだ。まさにバグだったんだ。誰がやったんだろう。SQ とククルシカ、どちらかがバグだった。そして、エンジニアの調査により自己矛盾に陥って消失したんだ。てっちゃんはエンジニアだったの？エンジニアじゃなかったの？すごい、初めて見た。二人同時に消失した場合は、一人はグノーシアに襲われた被害者ですが、一人はエンジニアに調査されて存在が崩壊したバグです。へぇ。素晴らしいエンジニアがいたもんだ。じゃあ報告聞こうか。コールドスリープの方を検査しました。シビ様にお背の兆候はありません。なるほどね。私たちは間違えたのです。はい。次だよ、大事なのは。これだってみんなさ、でも、どっち答えるんだろうね。SQ かクルシカか。ここにはもういらっしゃいませんが、ククルシカさんはグノーシアではありません。バグだったってことを言いたいのかな？ SQ、うわぁ。やばい、乙女だけちょっと分かってない。今何があったのか。かわいい、乙女だけ分かってないよ。乙女、違うんだよ。今は SQ かククルシカどっちか言ったって言わなきゃいけないところなの。かわいいよ。これで乙女が偽物だと確定してしまった。はあはあ。そうだな。どうすればいいのかな。乙女がただまあ AC 主義者かグノーシアなのかは分かってないよね。ただククルシカが乙女を、なるほど。ククルシカが乙女を疑って、でククルシカが消えた。えっちゃん、レムナン。どっちかが本物でどっちかが偽物。まあちょっと様子見よう。どうした説？
一人で抱え込んでいては辛いだろう。あーで、ステラが乗っかっちゃう。ステラね。で、レムナンも乗っかるか。しかし邪魔なんだな。やれやれ。ラッキーはして、はい。続いて、ブルグルギコーン。乙女はエンジニアではありえない。わかってまーす。いいな、これ使えるのいいな。絶対に敵だ。かっこいい。これ俺やりてえな。何が必要なんだろう。カリスマかな、ロジックかな、ロジックかな。絶対に敵だわ。人間の敵であることが確実な相手を指摘するロジック形成、ロジックなんだ。ダメなの、失敗しちゃった。かわいそう。そうなんだよ、乙女今失敗しちゃったんだよ。気づいた？ロジックの能力値が低いと確実に敵だと見抜かれるようなミスを犯し、そんなこと言うなよ。かわいそうだろ、乙女が。どうしたレムナン。ジョナスはレムナンと説に行く。ステラはもうとにかくいいアイデアだって言ってる。そうですか、僕そんな。今レムナンを疑うの握手のラッキー、ここで否定。ラッキーもちょっとよくわからなくなっちゃってない？誰も疑わないタイプの人間。もうちょっと静かにしておくか、今回は。今回は迷う必要ないみたいだね。投票しよう。出したいと思った気。乙女に。まあ、乙女投票は OK ですよ。お！ジョナスが反対した。ジョナスちょっともう訳がわからなくなってるじゃん。あれ、レムナン？レムナン、それはどうかな？ AC 主義者だって分かってんのかな？どうした、説？すげえ説攻めるじゃん。あー。投票始めよう。いや、乙女でいいよ、別に。これ、テラに見てもらえればいいわけだから。あー、レムナン説に入れる。どうだろうね。はい、コールドスリープします。いろいろ話してくれてありがとう。悲しいよ、なんかもう。もっと。キュアとかも言わなくなっちゃった。乙女、悲しい。あー。そうなぁ。まあ、ステラのとこ行こうか。ステラ。嬉しい、鉄塔様。ステラを守ります。さすらに。よっしゃー、やったーこの人数で、そして一人しかいないなら、守れる。俺が守った。そう、そう、被害者ゼロ、お願い、このままで。すげえ嬉しそうじゃん。いいね。報告を求めましょう。レムナンは少なくともグノシエじゃない。AC 主義者だって言いたいのね。説目線だと、じゃあ乙女がグノシアじゃなきゃいけないよ。せっちゃん、大丈夫？ガンガンガンガーン！レムナン目線だと、ラキオがグノシア。え？じゃあ、報告をお願いします。おー、なるほど。乙女グノシアか。説の目線だと、レムナンは AC 主義者です。もう一人います。誰でしょう？ラキオかジョナスのどっちかです。ラキオかジョナス、どっちか。これね、結構微妙なところで、レムナン AC 主義者だから誰がグノーシアか分かってないんだよね。そうするとラキオにグノーシアだよっていう可能性もまあある。でジョナスは、セツとレムナン、どっちが AC 主義者か分かんなかったから、両方を疑ったっていう可能性はもちろんある。ただ、ジョナスが説を疑った時にラキオが否定しているということは、ラキオは人である可能性がちょっぴりあるね。これ、ジョナスかな？ジョナスかもしれない。どうした、ラキオ？ラキオを攻めるジョナス。はい。ここで、レムナンはどうする？おー。レムナンは乗るか。ということは、ラキオとレムナンが切れているので、ここ、ジョナスで決定ですかね。はい。ありました。弁護に加わります。そして、ジョナス、あんた疑うぞ。はいはいはい。はいはいはい。ステラ、君を守ったの俺なんだよ。なんで？なんでそんななの？パパパパー！お、絶対に人間立てた！説は違うって。じゃあもう説決定じゃん。エンジニア決定じゃん、それ。ありがとう、ステラ。情報を確定すれば敵を追い詰められる。これに注意していく。
まあでもこれ以上は俺狙われるかもしんないからちょっとここで待っとこう。いいよ。はいはいはい、いいよ。いい感じじゃない？じゃあ同調しよう。いや、俺もそう思っていたよ。君が私を疑っているでしょ。私自身が私を疑っているさ。パパパパーン。あ、なんだこれ AC 主義者にも行くのか？彼らがもうちょっと逆に逆によくわからなくなっちゃってんじゃん。投票始めよう。ジョナス行きまーす。ポンポーン。沈黙は私も好むところだ。さようなら。あ、ポン。じゃあ、やったー。お疲れ様。ここまでだね。私たちの勝利。今回は極端なアクシデントはなかったね。ほら、生物汚染やククルシカ騒動って何？ククルシカ騒動って何？ククルシカ騒動？え？鉄塔が言っていたじゃん。あ、そうか。今の鉄塔は、まだククルシカがなんか騒ぎ出したとか、そういうなんか騒動があったの？すごい興味があります。私も時々失念してしまうけど、鉄塔と私ではループする順番が違うんだ。今回の鉄塔は、36回目のループ。でも私にとってはこれが61回目。あ、61回。逆にちょっと回数が減ったな。そして私が次の62回目のループで出会う鉄塔は、もしかしたら2回目の鉄塔かもしれない。つまり、そういうことなんだ。どういうことなんだ。私にとっては31回目のループなんて忘れがたいけれど、余計なことは言わないでおくよ。先入観は持たない方がいい。いやーもう、ククルシカ騒動っていうその、名前がついてんの超楽しみだよ。一つアドバイスしていくよ。初期条件ではいろいろな設定を試した方がいい。その方が特殊な状況が発生しやすくなるみたい。あー、なるほど。例えば今回みたいにこういろいろいじった方がいいのか、人数とか。特に自分の役割は重要だよ。人間だけではなく、右脳支援やバグにもなってみた方がいいと思う。あー、そうなんだ。特殊な状況では有益な情報が得られるから。ただ、漫然とループしてるだけではなかなか手に入らないようだ。ね。へー。そろそろループが起きそうかな。これだけ繰り返すと、だいたいタイミングもわかるようになってきたよ。それじゃあ、次の私にもよろしくね。ふふ、変な挨拶だけど。てっちゃん！結果発表！ふふふ。クルシカ騒動気になるな。でも今回なんか守れてよかったというか、まあ今回守れなかったらやべえんだけど。ちょっと乙女がかわいそうだったね。ちょっと間違えちゃった。聞いてなかったのかな、多分な。でもなかなか面白かったです。この人数ぐらいだとなんか分かりやすくていいね。やっぱこれであと5人増えるとちょっと大変だよな。まあ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 いいでしょう。じゃあまあ今回はこの辺にしておきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。